で、今日はほら、お休み明けだから、休み明けって普通よりも仕事が多いんでね、仕込みがいっぱいある。唐揚げつけたり。どうしてさ、居酒屋やろうと思ったんだけど、うん、筑波で子供たちを育ててて、で、子供たちはもうそれぞれ独立して東京帰ってきて仕事するのに、まだまだ働ける年齢だったからね。子供たちが何をしたいの。まあ人が好きでお酒も好きだし、居酒屋さんで居酒屋さんやりたいなっていう気持ちはあったんだよね。だ丸17年、うん、よく持ったね、うん。これは毎日のお仕事。開店です。ハローワールド。ここは京成線青戸駅、成田空港、羽田空港へのアクセスも良く、特急電車も止まるので便利な駅です。大きなショッピングモールはないけど、駅周辺には小さなお店がたくさんあります。駅から少し離れると住宅街が広がっていて、大きな公園もあります。駅から少し歩いたところに居酒屋が並んでいる小道があります。ほとんどは個人で経営している小さなお店です。ここに来るお客さんはほとんどが常連さんです。どうしてこの店に来るのか、お客さんに聞いてみました。はーい、はい、サットン生。マモさんの雰囲気ですよね。そう、なんかフレンドリーじゃないですか。どんな、その、なんですか、その初見さんとか常連さんに対して。ありがとう。ありがとうございます。小さな居酒屋さんを経営する女性のことをママと呼ぶことが多いです。男性ならマスターと呼んでいます。これ癒されるね、この空間、雰囲気が好きなんです。もちろん家じゃ味わえないから。私は一匹狼だから。ここはご飯も美味しいし、ともえママが優しいし、今もお赤飯をくれるって持たせてくれる。そんなもう本当に家に帰ってくるような感じ。やってるじゃなくて、ただいまみたいな。きっと常連さんはみんなただいまって来るんじゃないかな。この日は奥母のママの智恵さんの誕生日で、常連さんからたくさんのプレゼントをもらいました。智恵ちゃん70歳お誕生日おめでとう。ありがとう。いつもね、復帰して頑張ってね。ありがとう、すみませんね。くだらないものだけど、いつもお世話になってるんでね。そのお礼にお赤飯を炊いてみんなをもてなしていました。別の日には予約をしたグループの中にお孫さんが生まれたので、ママはお祝いにお赤飯を炊いてあげました。もちろんその日に来たお客さんにも振る舞っていました。このサービスは頻繁ではないけど、ママのいつもありがとうの気持ちをお客さんに伝えています。お母さんがやってるお店ってさ、大体もうほぼほぼ常連さんなんだよね。家がアウトの人、お仕事から帰ってきてお家がアウトでちょっと一杯飲んでお家に帰るっていう人と、でちょっとまだ電車でこのアウトから先の方だけどちょっとアウトで降りてちょっと飲んで帰る途中下車のお客さんとかね。すみません。このお店の常連さんたちは、ママが忙しくなると自分でお料理を運んだり、ビールをついだり、自分のボトルを持ってきてセットします。また、お客さんが他のお客さんのお料理を運んで、ママを手伝ってあげることもあります。これはキープですか、ボトルキープですか。そうです、そうです。大きくないですかこれ。すぐなくなっちゃう。あれじゃないですか、飲みかけのお酒を取っといてまた来る期間、口実を作る。さすが。ボトルキープはお客さんがボトルを買ってお店でキープしてもらい、次に来た時にそのボトルを飲むことができます。
でもリーズナブルなんじゃないですか、きっと、うんうん、いっぱいいっぱい飲むよりはみんなで飲むんだったらこれをいろいろ飲んだ方がリーズナブル。こっちはほら、みんな普通にお茶で割ったりウーロン茶で割ったりする焼酎でしょ。これボトルキープ、キープボトル、うん、ね。でこっちのキープボトルは芋焼酎だ。結構芋焼酎好きな人も多いよね。芋焼酎が普段飲めない、どこでも飲めるような芋焼酎じゃない、うん、鹿児島出身のママだからこそできるセレクトだよね。何年ぐらいかな、15年ぐらいお付き合いしてる鹿児島の芋焼酎専門の酒屋さんがあるの。でそこに大体月に1回ぐらいかな頼むんだけど、そうするともう酒屋さんが新しく入ったよ、あと珍しい、この焼酎珍しいよっていうのをチョイスして送ってくれるわけで、お客さんも結局楽しみなの。どう新しい焼酎が来るとどんな味みたいな感じで。高見ちゃんはね、いつもね、はい、芋焼酎なの。はい、お待ち。はい、お待ち。はい、ありがとう。はい、お待ち。はい、どうぞ。一杯目はなんかビールって感じがするけど、もういきなり芋ですか。芋ですね。ここのお店は芋がいい。ここで初めて私芋を覚えたんだ。そうなんですよ。飲みやすいって分かったのはここ。水がもう入ってから下にね、はい、でそこに上に焼酎を入れましたから、はい、最初ガンとくるよ。これベガさんから言いましたんで、ガンとくる、ガンとくるからね、上にね。もう嫌だったらこう混ぜちゃえばいいんだけど、初心者いけると思う。これは飲みやすいと思う。いいね。あー美味しい、香りが、ね、いいね。芋、ね、はいいよね、香りが、はいはい、これが、スイートポテトアルコールストロングソーダ、This プラス This ミックスドリンク。チェーン店は好きじゃないかな、やっぱり個性がないじゃん。けどやっぱりこのいいところは毎日ママがホワイトボードを書く。今日のおすすめ、大体同じかもしれないけど、それ何みたいなのがね、毎日買い物して考えて、それがやっぱり個人の居酒屋で醍醐味で。唐揚げお待たせしました。じゃあ今日はこれを作ってあげようとか、スーパーで決まるね。自分で計画してるわけじゃなくて、ね、その日特別これが安くていいよとかって、そういうもので決めるっていうことだね。はい、高見ちゃん、サバ味噌です。あら、お客さん自らありがとうございます。もともと一人で飲むのが好きで、カウンターもあったから、でママも喋れるようになったから一人で来て楽しんで飲んでました。もともと一人ってどっかの飲み屋さんとかあるんだ。ここら辺の通りずっともう一人で結構割ったり歩いてて、でママとかがやっぱすごく仲良くしてくれたから未だに来てます。でも抵抗ない、なんか一人で。か最初はやっぱ一人は入りづらかったから連れてきてもらって、なんか雰囲気分かったから来れるようになりました。でも足しかダメとか。何買った。唐揚げです。揚げたてだよね。揚げたてです。はい。暑い。暑いの。私は結構一人でグイグイ行けるタイプだから、逆に全く知り合いがいない方が一人で入りやすいです。一人で飲んだ方が、なんかこう、食べたいもの食べて飲みたいもの飲んで、帰りたい時間に帰れるから。一人で食べやすいぐらいの料理とかも置いてあるんで、お通しだけでも美味しいし。でもここはもうママが素敵なんで、ママの人柄で来てますね。お通しです。奥歯のお店ではお通しは300円です。居酒屋さんではだいたいお酒を注文するとお通しというおつまみが出てきます。これはチャージみたいなものです。奥歯のお店ではお通しにこだわっていて、それを楽しみにしている常連さんもいます。もし嫌いなものが出たら、この店では違うものに変えてくれます。お母さん、お母さん、お母さんって来てくれるわけだから、お母さんのご飯を食べたいって言って、その家庭的な味を
求めて、あとみんながこう来てくれるうちはね、生姜焼きが食べたいとか煮魚作ってとかってやれば、なんかこうちょっと頑張っちゃおうかなとか思っちゃうんだよね。ママすみません、カツオ差しください。いいよ、カツオです。はい、どうぞ。醤油でいい？ポン酢醤油？あと5、6年かな、5、6年できればいいかな。75歳ぐらい、気分ママがもう75歳だからね。若く見えるよね。だから結局こうやってお商売してれば張りもあるし、でね、こうお化粧して出てこなきゃいけないとか、今日は何に、今日のお通しは何にしようかなとか考えながら来るわけだから、やっぱこうね、元気でいる秘訣でもあるかもしれないね、お店やってる方がね。だから高見ちゃんとか、あのほらスナックのティースペースのママね、その間も来たでしょ。ちょっとね、勢いついた方が商売しやすいんだよね、高見ちゃんね。はいはい、勢いついた方がお店のママがちょっと開店前にちょっと飲みに、ちょっとお忍びで、お忍びじゃないね、これじゃね。高見ちゃんももう74歳か。みんな若いでしょ。毎日終わると、あの気分のママと奥歯のママと飲んでたね。そう、店終わって飲みに行くのが楽しみだったんだよね。楽しみだったね。10年ぐらい前まではそれができたんだよね。そう、今はもう辛くて年だから。あのこの通りの居酒屋さんは割にみんなこう仲がいい、そのママさんたちとか経営者の人たちがね。だから案外そのお客さんたちが、まあベースは奥歯だけど、ちょっとお好み焼き屋さんちょっと行ってこようとか、笹島さんにちょっと行ってこようとかで、お好み焼き屋さんのお客さんも、じゃあちょっと今日は奥歯で刺身も食べに行こうとか、それにそういうふうにあのこうお客さんが行ったり来たりはしてくれるね。だからそういう通りってなかなかあれなんじゃないかな、割にね。通りが本当仲いい、みんな経営者が。まあ奥歯で飲んでてお好み焼き食べたいって言ってママに頼んで出前してもらったりとかねそういうのもありなのねそういうのもありなのねまたそうだね。ありがとうございました。ありがとうございました。居酒屋とかもまるっきり違うジャンルの人が知り合うから、それでいろいろこう説教されたり、違うんじゃないのと言われるとやっぱりグッとくるものもあるしね。いただきます、いただきます。違う世界の人と話すと、あ、私が間違ってたなとか、そういうのを得ることができる、そういう場かなって、私はね、私はそう思う。これはあれだけ飲んじゃう。これはだけ飲んじゃう。ありがとうございます、ありがとうございます。これを飲んだら俺は帰るんだ。年寄りが若者を叱ったりとか、そういうのがいいんじゃない。特に下町はね。だけど例えばじいさんが一人で飲んでてふらふら帰ろうとしたら、じいさんほら気をつけろよっていう、やっぱり若者がちょっとそこ段があるよっていうのもやっぱ居酒屋のいいとこだよね。手を差し伸べてあげたりとか。開かないよこれ。開かないの。え、ワン、ツー、スリー、フォー、フォー、開いたー。大丈夫大丈夫、本当に持ちます、本当に持ちます。ママに怒られちゃう。やっぱこの通りいいですよね。いやでもね、いい街ですね、下町だしね。そうだね、長くやってきた秘訣っていうのは、まあ、楽しんでるってことかな。ともえちゃんが経営者が楽しみながらやってるってことかな。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。あ、外涼しいです。おやすみなさい。18年、17年、18年ね。はい、今日も頑張りました。でも今日も楽しかった。お店やりながら楽しかった。楽しみながらやることがね、続けられることだからね。ありがとうございます。お客様にもありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。OK だね。はい。はい、さよなら。バイバイ。
いつも見てくれてありがとうございます。また次回、ピース。あなたの国の居酒屋はどんなお店ですか？おかえり。いい絵が撮れたかな？いらっしゃい。春菊ね。春菊の。え？カメラマン入っていいよね。体調大丈夫だよね。乾杯。結局乾杯。行きましたね。結局飲みます。